デブでーす。いよいよアタッチの、コツ第3弾になります。お客さんの手の袖の中から、コインとかが出てくるマジックのいよいよ、具体的にですね、この前までは、準備段階だったんですけど、ここから、まあ、まだ準備なんですけれども、一番大切なことをまずお話しさせていただきます。何が大切か、現象としては、まあ、コインが消えるなりしてお客さんの袖の中から出てくるよっていうことなんですけど、ものすごく受けますよね。ものすごく受けるんです。で、これを成功させるのにミスディレクションも必要です。それからテクニックも必要です。パームのやり方も後でお教えします。あのパームシフトのやり方もお教えします。テクニックももちろんお教えします。メンタルもお教えします。手順もお教えします。だけども、一番まず最初に大事なこと、これが多分一番、ある意味で一番大事だと思います。これができると、このアタッチっていうですね、まあ、マジック、まあ半分以上成功したようなもんだと思うんですけど、何だと思います？なかなか想像つかないところもあると思うんですけど、一番大事なのは雰囲気作りです。お客さんとのいい人間関係を作る。このマジックって結局お客マジシャンがステージマジックってこう、例えばサイレントでやったら自分がこうやってやればお客さんこう見てるだけですよね。でクローズアップマジックとお客さんと絡んだりする。でしかもお客さんの袖の中にコインを貼り付けなきゃいけないっていうと、お客さんとの関係が悪いとうまくいかないことが多いです。だって一番大事なのはお客さんとの距離を縮めて、ちょっとぐらいこう触れても大丈夫、そんなにこう意識の中に残らないぐらいにこう割と距離を縮める。もうお客さんとの距離っていうのが一番大事で、この雰囲気ですね、もう逆らわないもう本当にバカになってもいいのでお客さんと仲良くなる。これ仲良くなるっていうところがこのアタッチの本当のことを言うと一番のポイントです。でね、かっこよくマジックやりたいと思う方もいらっしゃると思うんです。そんなにね、お客さんと仲良くなく俺はすげえんだぜっていうマジックをやりたい方もいらっしゃると思います。でも大丈夫です。最初だけです。最初の1分かそこらお客さんと仲良くなって、ちょっともうバカになってちょっと、まあ、こびるぐらいになったとしても、一番最後で大どんでん返してきます。なんでこのバカなマジシャンがって最初思われていても、このマジックが終わった瞬間にもう拍手拍手で恐れ入りましたって必ずなりますので、とにかく一番大事なこのつけるところはもう本当に何があってもどんもなりふり構わずバカになっても、とにかくお客さんと仲良くなって、うまくこうお客さんの心を和ませて警戒心をほどいてつける。もうつける、もうつける、もうつけたら勝ちっていうぐらいのですね、風に思っていただいて、昔ですね、漫才でナイツさんっていらっしゃるんです。ナイツさんと U 字工事さんと、まあ、からくりドールと、まあ、あと何人かいらっしゃった、その地方の営業に一緒に行かせていただいた時に、すごくもう難しいお客、難しいって失礼だけど、もうなかなか乗らないお客さんがいらっしゃって、で最初 U 字工事さんが行かれて、まあ、10分のところでなかなか終わりづらい、そんなになかなかもうドカン、もうあの U 字工事さんがですよ、あの U 字工事さんがとてもその盛り上げるのに苦労されて、で降りてこられて、でそれで次にこの内地さんが行かれた時に、僕本当に勉強になったんですけど、もうあの内地さんですよ、あの内地さんが一番最初何で始まったか、もう皆さんのおかげですって言って、もうみんな自動販売機さんの会社だったのかな、皆さんがいてくださるから自動販売機で僕たちジュース飲めるんです、ありがとうございますって、ほとんどもうごますりから入るっていう。それを見て、あんな一流の超一流の方々で、その後はもう内地さん掴んでますから、もうドッカンドッカンドッカンですよね。で U 字工事さんもすごく苦労して、まあ、一番トップバッターですごく大変だったけど、さすがにドッカンドッカンで、その後行かれたナイツさんも最初そういう風に入ったけども、ドッカンドッカン結局掴んでざまあみろぐらいな感じで帰ってこられる。
まあ、僕はマジックはねちょっとお客さんの絡みがあるんで、まあやりやすいってお客さんいじればまあなんとかなったんですけど、本当にその時に勉強させていただきました。もうちょっとの間あのバカになろうと何になろうとお客さんと和んだらもう勝ちですから、皆さん腕があるわけですからね、そういうことでまず一番大事なのはお客さんとの人間関係作り雰囲気作りだということを、特にこのマジックに関してはこのクローズアップ特にそうですけど、特にこのマジックに関しては念頭に置いていただけるといいんじゃないかなと思います。一番最初に大事なこと、お客さんとの人間関係雰囲気作りで始まります。